俺の名前は雲山明、大学1年生。付き合っていた彼女に浮気された上に俺のせいだと言われて振られた。明って何の面白みもないんだよね。刺激がなくて退屈だったの。あなたが解消なしのせいで私は浮気したんだから、私のせいじゃないんだから。そんな、俺はずっと大切にしていたつもりだったのに、もうダメだ、立ち直れない。こんな人生もう捨ててしまいたい。あの人何してるんだ。もしや戦局、しかもうちの学部の日坂葵さんじゃないか。この川はこの辺りで有名な人生諦めスポットで、だいたいこの辺りに来るのは強制リセット志願者か心霊現象を求めるもの。冷たい川に入っていく日坂さんは前者にしか見えなくて、俺は自分が何をしに来たのかも忘れて思わず止めに入ってしまった。日坂さん危ないよ。ほっといてよ、私なんてもうどうなってもいいんだから。じゃあ話だけ聞かせてね。少しでも時間を稼いで落ち着かせなきゃ。振られたの、彼氏に。それって雨宮茂君？知ってたんだ、私たちのこと。うん、日坂さんは大学で一番可愛いと言われるギャルで、雨宮茂君は大学で一番かっこいいと言われるイケメン。二人が付き合いだした時、そりゃもう大学中の人が噂していた。でもまあ人との相性っていろいろあるから、もしかしたら今後日坂さんはもっといい人と付き合えるかもしれないし。何言ってんだろう俺。自分もさっきまで同じ理由で人生諦めようとしてたのに、他人にはどうとでも言えるもんだな。私もただ会わなくて振られるなら仕方ないなって諦められたと思うんだ。だけど今日ね、突然しげるが私の家に来たの。前もって連絡もなかったから慌ててパジャマを着替えてドアを開けたんだけど、しげる、いきなり来るからびっくりしたよ。え、それすっぴん？マジかよ、なえた。え、お前どんだけ普段化粧でごまかしてんだよ。そういうのって詐欺メイクって言うんだろ。もう別れよ、俺すっぴんが可愛くない女は女として見られないから。そんなショックだった、もう立ち直れない。なんだそれ、普通に雨宮くんが最低だろ。日坂さんのすっぴんを可愛くないっていうのは雨宮の野郎だけだって、雨宮の見る目がなかっただけだよ。うん、私スピン可愛くないんだ。そんなことないって。見たことないくせに適当なこと言わないでよ。それなら今から私のスピン見てから言って。え、こうして俺は日坂さんが一人暮らししているアパートに連れて行かれた。借りた服、責任重大すぎて心臓が口から飛び出そうだ。俺も人生諦めようとしてたのに、どうしてこんなことに。お待たせ。ほら、可愛くないでしょ。うん、普通に可愛いんだが。なんだろう、メイクしてる時は華やかで綺麗だと思うし、スピンは飾らない日坂さんって感じがして素敵だと思う。さすが日坂さん、どっちも可愛いよ。よく見なよ、肌荒れしてるよ、ニキビもあるし、ちょっとシミもあるし。スピンも綺麗でいたいって女の子は思うだろうけど、理想通りじゃいかないところも含めてその人って感じがして僕は可愛いなと思う。雲山くん。その日俺は葵さんが落ち着くまでそばにいて、それから家に帰った。撫でていいものか否か。ああ、日坂さんのおかげで人生諦め損なったな。しかし日坂さんのことが気になって今からどうこうしようとは思えなくなった。それにあの男許せないよな。翌日いた。
雨宮君。雲山だっけ。なあ、日坂さんに謝れよ。は？ひどい振り方したんだろ。日坂さん泣いてたぞ。よくわかんねえけど、葵に何か聞いたのか。仕方ないだろ。俺はあいつに騙されてたんだからよ。騙してたって何？てか葵ちゃんと別れたの？そうなんだよ。昨日葵の家に行ったらすっぴんの葵が出てきたんだけど、これがまたブサイクでさ。今まで俺たち化粧に騙されてたんだぜ。マジかよ。スピも可愛いと思ってた。だろう？俺ショックでさ、思わず別れることにしちゃったんだ。はあ、なんで自分が被害者みたいな言い方してんだよ。日坂さんのこと好きで付き合ってたんじゃないのかよ。無関係の人間が偉そうなこと言うなよ。無関係だって誰にどんなこと言えば傷つくかぐらいわかるんだよ。スピも愛せないくせに好きとか言って付き合ってんじゃねえよ。何言ってんのこいつ、痛すぎ。それな、君も。はぁ、はぁ、いや、葵のスピンって十分可愛いよね。うん、もう地球上の女と付き合えないね。スピンにどんな幻想を抱いてるの？もはや女子は毛が生えないとかトイレに行かないとか思ってそう。無理。あんたいいこと言うじゃん。雲山みたいに理解のある男子っていいわ。雲山くん。ああ、日坂さん、勝手にすみません。どうしても許せなくて。ありがとう。ありがとう。こうして雨宮茂は大学中の女子を敵に回し干された。おそらく二度とチヤホヤされることはないだろう。それから一月ほど経ち、日坂さんは以前のように元気に友達と歩いているところを見かけるようになった。しかし俺はまだ失恋を引きずっていた。でもまあ、人との相性っていろいろあるから、もしかしたら今後日坂さんはもっといい人と付き合えるかもしれないし、自分で言ったんだ。俺も気持ちを切り替えなきゃ。アキラだ。アルミ、何、知り合い？もしかして前の彼氏とか？半年くらいで別れたから彼氏と呼べるかもわからないけど。交際期間短いな。アルミの新しい彼氏か。こいつと浮気してたんだろうな。なんで捨てたんだ？だって刺激が少なくて面白みないんだもん。ダセーやつ。俺と付き合ってた時と雰囲気が変わったな。今は刺激があって楽しいんだろうか。熊山くん。え、ひさかさん。あなた悪みね。え、ひさか葵ちゃん。ああ、同じ大学の人気ナンバーワンギャルか。なんかよ、友達から聞いたんだけど、あなたは意味のわからない理由で浮気した上に雲山くんを振ったんだってね。許せない。浮気したのはあんたが悪いんだから雲山くんに謝って。はなんであんたに言われなきゃいけないの？面白みがないと思うのはあんたの目が曇ってるからよ。刺激がなくて退屈だと思うならお子様ね。毒のような男と付き合って身も心もボロボロになってから雲山くんが良かったと思っても遅いんだから。あんた最近雨宮君に振られたからアキラに同情したの？悪いけど私はアキラを振ったことを後悔なんてしないから。じゃあ雲山君は私が大事にするからより戻そうとしないでよ。え、日坂さん。いいわよ、あげる。刺激のない男がどれだけつまらないか知るといいわ。そう、よほど恋愛に刺激が欲しいのね。さすが二股男と付き合っているだけあるわ。その男、別の大学の女とも付き合ってるわよ。ついでに私も付き合わないかって告白されたことがあるの。まああなたも平気で浮気する人間らしいし、お似合いかな。ちょっと聞いてないわよ。はあ、常に刺激が欲しいんだ。同じ女といたら飽きちまうんだよ。お前なら分かってくれるだろう。分からないわよ、ひどいじゃない、騙したわね。そう言うなら別れてやるよ。じゃあな。
アキラ、私どうしよう、振られちゃった。雲山くんはあげないから。あんたが勝手に言ってるだけでしょ。アキラはその子と付き合うつもりはないわよね。俺は付き合うなら日坂さんがいい。え？俺のために怒ってくれる日坂さんの気持ちが嬉しかった。もうしばらく恋愛はこりごりだと思ってたけど、日坂さんは信じられる。私も同じ気持ち。じゃあ本当に付き合っちゃう？いいね、付き合っちゃおうか。それでは私たちは恋人としての初デートに行くので、バイバーイ。悪みのあの顔見た？傑作だったね。うん、なんだか気持ちがすっきりした。アキラがシゲルにガツンと言ってくれた時、私もすっきりしたから、お返しできたかな。日坂さん、本当にありがとう。ダメ、付き合うんだから葵って呼んでくれなきゃ。あ、葵。アキラ、これからは私がずっと大事にするからね。あの、本当に俺でいいの？葵さん、他にもいい人見つかるかもしれないよ。いないよ、これ以上にいい男なんて。その後、俺たちは大学の中で一番有名な仲良しカップルになり、就職した今も付き合い続けている。来年には結婚する予定だ。あの時、どちらか一人でも人生を諦めていたら、俺たちはこの幸せを知らないままになるところだった。お互いを救い合って生まれた絆は、きっと一生切れることがないだろう。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。